久しぶりに大掛かりなドッキリの方をやっていきたいと思います。今回のターゲットはですね、エイジになります。最近やけにパチンコとかスロットにハマってるみたいですね。ギャンブラーですからね、最近最近すごいんでしょ。すごいよ、聞くことによると。声すごいですね。やばいです。そんなエイジに仕掛けたいドッキリ、はい、友達の家を勝手にパチンコ屋にしてみたー。おー、天国や。そんなにパチンコ好きだったらもう家パチンコ屋にしてやろうじゃないかということですね。嬉しいな。嬉しいのか。はい、ということで、エイジの家に到着しました。今回エイジにはコントの撮影があるので家を使わせてほしいという許可を取ってまして、小島の出番がないため、撮影が終わるまで外出してほしいということを伝えてますんで、まあ早速です、作業をしていきます。はい、まずは片付けですか、これは。はい、ちょっと待って、これエイジが寝てるとこでしょ。あはは、1個やっていい。どうぞ。わぁ、ふだふだだ、ふだふだだ、ふだふだだってなんだよ。はい、じゃあ片付けの方はまず開始していきたいと思います。すごい。まずはね、カモン。結構すんだな。これザホなの。つまみ出せ。じゃあ運んでみよう。俺そんなひれんなら。やってやるよ。じゃあ力自慢が。マジで殺して殺して。マジで10円抜けた。よかったよ。どうするつもりですか。ポケットに。おー、ナイスー。ナイスー。すみません。絶対はい、ということで、はい、掃除の方が終わりましたので、今から物を運んでいろいろ組み立てていくと。オッケー。今回は現場監督から中編の方にやってもらってます。おー、愛岡の DIY 担当なんで。こだわれて中編のこだわりによっても、まあ、いいものができるんじゃないか。これ何しますか。現場仕事。おー、楽しいな、この二人。任せてください。はい、ということで片付けの方終わりまして、物を運び込みました。すごいね、なんか家にあるとすげえチュールなんだよ。これがめちゃくちゃレアなダイヤ。そう、個人で所有してることが珍しいらしくて。これはすごい、これマニアの人でもうレアらしい。マジで渋いと思うよ。あれだからね、これ普通に重いし、あんま素足とかで作業する危ないから、マジ気をつけてな。怪我だけないで。現場監督のスイッチ入っちゃった。現場の時にしないで、なんだよ。とりあえず物を左に寄せる。左に寄せる。よし、開けないと、そこ後ろ。はい、マッツ、すいません、危ないんだから。すいません、すいませんでした。いいよ。すいませんでした。謝り方独特だな、お前。しまったこれ。重いっす、重いっす、これ。お前、あー、すいません、すいません、サボがすいません、通るよ。新人。はい、新人っす。やらせんなよ、お前ら。あ、すいません、すいません。あ、いやいやいや、やらせんなよ。危ない、傾いてんだよ。何してんだよ。しっかりやれよ、お前らや。通り怒らすな。まず、本当は壁紙に貼るやつを床に敷いて、床を黒くしていきます。なるほど。なるほどね。まずは部屋の雰囲気を変えていくということですね。棟梁の一人技。棟梁綺麗だね。おえおえガチエギっすわ。ワールドカップチンケに見えてきました。比べるとかおかしい。ガチ上がるっす。まず床完成。おえとにかくコンセント。おい、邪魔今。お前マッツー一人で持って、なんでお前が一人で持てねえんだよ。まだ3ヶ月のよ、お前クソガキがお前持てて、なんで1年やってるお前が持てるんだよ。いや、なあ、おかしいだろうがよ。すいません。言ってやってくださいよ。持ち方がおかしいんだよ。言ってやってくださいよ。もう一回やってみろ。言ってやってくださいよ。これだけでも雰囲気が変わったところで、これだとこういうことになっちゃうから。なるほどね。こうなっちゃう。それはおかしい。地べたじゃないからね、マジか。カラーボックス、カラーボックスを利用してスロット台を作るということですね。なるほど。なるほど。あと半分が、はい、カーテン敷いて、うん、黒く覆うってことね。そうそう。カラーボックス組の俺ちょっと筆頭でいくわ。不安でしかないんだ。怖いけど。じゃあ俺、布やるわ。じゃあ俺、森保やるわ。
次か。あれノートちゃんだ、ノート。ノートちゃん。不可能ないって書くから。合いの鐘入れることに幸せ。まあでもね、生活するわけじゃないから。やってる。はい。やってる。え？やってる。お疲れっす。仕事やってんの。ちょっとパパち、お前も手動かす。はい。どけ。おえ。おお。口に加えるタイプ。おお。見るやつ。かっけ。かっけ。ヘルメットいらないだろ、3秒。おお。おえ。おお。おお。お疲れ様です。男だったらゼロか100かできる。うえぇーふわーヒューヒュー。それ、なんで、何すればいいですか。これ乗っけるから、次台の上に。そう、乗っけて。1個ずつ。よくし、うん、はい。何言ってんすか今、あのスロット台を台の上に乗っけてって言われてましたよ。ああ、だからそれ乗せるためにパンプアップ必要だから、パンプアップ必要だから。あんま取るもんじゃないけど。よし、よろしく、よろしく。取れよ。何してんだよ。なんで脱いでるの。これ乗っけてんの今。これを乗っけるために筋トレが必要だなと。必要ねえだろ。必要ねえよ、筋トレなんて。どこ行くんだよ、おい。いやー、絶対厚田間違ってると思うんだけどな。筋肉怖くて言い出せねえな。すっごいんだよ、ガルだ。今度絶対運べんだから、もう筋トレしなくても。何してんの、何をしてんだって。トイレ何言ってるか分かんなかったんで、とりあえずそれ分かるためにパンプアップ必要かなと。必要ねえんだろ。見ろよ、この腹。これで運べんだよ。十分なんだよ、お前。それこれは説得力ある。帰ってこい。あの人ナチュラルボディでやっぱ仕事してっから。はい、ということで、壁を黒く覆うのと台の設置が完了しました。次は何ですか。次は景品台、人が立てるぐらいのカウンターを。なるほど、なるほど。じゃあ次は景品カウンター作りをやっていくということで、やっていきましょう。さあ、本格的な DIY になってきました。黙々と作業に取り組んでおります。見ないですよ。見てなかった。ふざけると怪我すっからさ。ああ、なるほど、なるほど。ちゃんと押し込まないと。なるほど。むずいんだね。すごい音鳴ってる、すごい音鳴ってる。いや、いいね。職人の顔してるね。打ち込みました。地平が本気の DIY の顔になってきました。素晴らしいテキパキと仕事人の顔してるね。邪魔だな。すげえ邪魔だな。いやいやいや、臨場感ある画角でお届けしようかと。どうすか、今何やられてんすか。今補強中です。補強、穴開いたところを、はい、こうやって接着カットして。すげえな、細かい仕事も。どうすか、カウンターはもう終わりそうっすか。だいぶ完成近づいてきてる。これを
ファイブ。あと止めたら髪を。素晴らしい。タリアの仕事人の姿。素晴らしい。現場から以上です。完成しました。すごいな。ですね、家の中とは思えない。いや、マジですごいよ、これ。こだわってるね、うん、これちゃんとカウンターまでありますからね、ケインカウンターまで。男の全てが詰まってるやん、ロマンがさ。確かに、こんな遊び場あっていい。いや、いいじゃん、喜ぶんちゃう。いや、そうなんよ。俺も最初、言っときながら多分切れるなと思ってたんだけど、ガッツポーズパターンあるぜ。ガッツポーズパターンね。いや、だから、俺にやってみて車ピンクにするみたいな、あんなの一番ダメだけど。これ俺、もし俺の家やられたらすっげえ嬉しい。俺らってなんかいいよな。いやー、いいね。いやー、そうだな。人のためになることやっちゃうよな。うわー、確かに。癖でな。うん。なんでなんだろうね。いや、多分仲いいからだと思う。これ別にあれっすよ。いい人だと思われたくてやってるわけじゃないっす。遊びだね。延長だね。ちょっとそんな感じなんで。ちょっと誤解だけど。はい、それだけちょっとごめんなさい。ということで、制服着替えましたんで、定員仕様出来上がりました。あ、了解です、了解です。先ほどからエイジから頻繁に LINE が来てまして、これ以上疑われるのはまずいんで、もう準備しましょう。あ、了解です。じゃあ僕行きます。はい、ということです。あ結構 LINE 来てます。何やってんだと。相当時間かかったからな。ちょっと疑われるぐらいに時間経っちゃったんですけども、うん、まあもうここまで来たらね、エイジを喜ばせましょう。 OK です。おい、おもてなししましょう。いや、違う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 、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いや、違う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 、どうぞ。お客様、今前台の方空いてますので、どうぞ好きな席にお座りください。どうぞ。すっごいな。どうぞ。ああ、いや、せーっ、教育なってないやついるけどな。せーっ。あ、すみません、お客様、こちら通路になるので。いや、ちょっと待って、頭が大きくなってない。お客様、すみません、ちょっとこちら通路になっちゃうんで、他のお客様の邪魔になっちゃうんですよ。ごめんなさい。いらっしゃいませー。すみません、どうぞ。いや、ちょっと待って、え、13、その客、どこ座りますか。ビンゴっすね、ビンゴ。今日の設定は一覧で、これ言われます。聞こえてる。せーどうぞー。長いと思ったー。お前らのコントの撮影、長いと思ったわ、これ。いや、ちょっと待って、これすごい、いや、すごいよ。いや、すごいし、いや、こんなのは、まあ、男の夢ではあるけど、そんなことよりも、実家の。あ、遊戯したわ。すいません、お客様、ちょっと、周りのお客様の、ちょっと、ご迷惑になっちゃうので、あんまり大きい声では。俺しか見た感じ客いないけどな。すいません、申し訳ないです。いや、その実家の原型。いらっしゃいませ。いるわ、こんなやつ。初めて。あ、今日初めてなんです、この店。いいもん。あ、なんすか。これなんだけど。地図なんだけど。これをつけてると当たんで。13、鉄筋でお願いします。ご迷惑になったので。いや、そりゃすごい。ごめんなさい、すみません。ちょっと出てもらって。そりゃそうだ。ごめんなさい、ありがとうございました。ただでいいっすか。ありがとうございました。ありがとうございました。二度と来ないでください。ありがとうございました。ありがとうございました。お客様、遊戯の方、どうですか。まあ、じゃあちょっと打ちますわ。はい。いや、ちょっと、いや、気になるんだよな、この実家。いや、実家だからさ。ちょっと待って、お前ら巣に戻ってくれ。
てってれみたいなやってくれよ。言ってくれ、そのタイトルを頼むから。お客様、結構引き弱いですね。いや、まあ、まだ全然ですけど。どうぞ。まだこれ1000円目です。どうぞ。決めてんじゃん。あ、僕、あの、オーナーやらしてもらってます。あ、オーナーさん。はい。あれ、これメダルは大丈夫なのかな、足りなくなって。あ、お客様、あの、勝手にクレジットカードの方から引かれてますのでご安心ください。そんな店ない。独自のあのシステム取ってありますので、ありがとうございます。ちょっと待って、間違った。え、これマジ来たろ。え、来た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 。いや、絶対熱い。お、え、これマジである。あ、メダルがない。おいおい、どうぞ。クレジットカードの方から引かせていただきます。見たことないって、これ。あ、これ今クレカから引かれたの。引かれました。来た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 、当たった当たった当たった、ビンゴビンゴビンゴ。いや、これ当たりでしょ。これ多分7揃うんじゃない、次。ほら来た。ちょっと待って、おめでとうございます。タイプではない、ドッキリの種類。ドッキリ大成功でございます。当たって本当に喜んじゃったんじゃないですか。実家が大丈夫っていうのだけ先に聞かせて。とりあえず聞いてください。あ、傷一つついてない。あ、ついてない、素晴らしい。喜ぶか切れるかっていう論争になってたんですけど、最初の感情教えていただけませんか。あー、いや、だから、すごいってなるじゃん。すごいなって思ったらすぐに家のことが心配になってね。お前らとか全然平気で穴とか開けるタイプだから、まあそれ心配だなっていうのが、まあ強かったかな。13、13、感想打ちなしで。おい、お